はいどうも、ギターキャンプの勝木です。先日購入したヤマハの THR32 ワイヤレス、音も使い勝手もめちゃくちゃいいので非常に気に入ってます。前回の動画はアンプの本体で操作できる音色をいくつかピックアップしたんですが、調べてみるとどうやら内蔵されているエフェクトがまだ他にもいくつかあるみたいなので、今回はこちらの iPad のアプリを使って前回紹介しきれなかった音色や機能をチェックしていきたいと思います。で、前回の動画では間に合わなかったんですが、 Line6 のリレイ G10S というワイヤレスも実はね同時に購入しておりました。今回はこちらのワイヤレスの使用感についてもちょっと触れていきたいと思います。じゃあ早速ねワイヤレス使っていきましょう。なんかどうやら挿してあげるだけでなんか使えるみたいなことを書いてあるので、何にもわかんないですけど挿してみましょうか。トランスミッター側かな、トランスミッター側がなんか赤く点滅しています。おそらくこれで同期が完了したと思いますので、一回引っこ抜いて挿してみましょうか。じゃあギター側に挿してみます。どうでしょう。おー、使えましたね。少し弾いてみましょう。まあ見てもらって分かる通り、ワイヤレスの操作はめちゃくちゃ簡単で、音に関しても遅延も一切感じられないですし、非常に素直なサウンドだと思います。僕はライブハウスでは、シュアのやつ、ちょっとね、型番忘れちゃって申し訳ないんですけども、それをずっと使っていたんですが、それってね、トランスミッターがね、ここについてたんですよね。で、トランスミッターからケーブル、レシーバーからアンプみたいな感じだったんですけれども、いや、時代の進化ってすごいですね。もうこれがトランスミッターになるっていうのがね、めちゃめちゃ便利です。ちょっとでもケーブルがあると、それだけでね、ストレスがあるので、比較的狭い会場でセッションする機会が多い人とか、ライブでガンガン動き回りたいよっていう人にはね、ぜひぜひおすすめです。では早速本題であるアプリの本体でコントロールできる音色をチェックしていきたいと思います。アンプの音色が聞きたいって人はですね、前回の動画をチェックしてください。では最初ゲートが、あらかじめオンになっているので一回オフにしてみたいと思います。今オフの状態です。オンにします。結構聞きが強い気がしますね。わざと原因上げてみましょう。結構ノイズが出てると思うんですけれども、今一度ゲートをオンにします。おー、ちょっとじゃあスレッショルドを下げると。各パラメータの効きもめちゃめちゃいいですね。スレッショルドを上げていくと、はい、だいたい40ぐらいで、ほぼほぼノイズが消えました。今はスペシャルっていうチャンネルなので、かなりハイゲインなチャンネルなんですけれども、ノイズを完全に消すことができますね。フロントピックアップにすると、やや、こう、ピーっていうね、独特のノイズは出てるんですけれども、これもスレッショルド60いかないぐらいでほぼほぼ消えますね。でも音色にはそんなに影響を感じないので、とりあえずローゲインのチャンネルでもかけっぱなしにしてもいいんじゃないかなと思います。ではちょっとクランチのチャンネルに切り替えて、今度はコンプレッサーを見ていきたいと思います。コンプレッサーですね。まずオフのサウンドだと、こんな感じです。じゃあオンにしてみましょうか。単純に結構ゲインが持ち上がった感じがしますね。オンとオフを切り替えながらチェックしてみましょうか。こちらに関してはちょっとパラメーターをいじってみましょう。オンにした状態でいじります。サスティンね、マックスにすると、まあ当然遅延が出るわけなんですけれども、比較的ナチュラルな感じはします。ただちょっと原因が上がるので、やや歪みも増していくような、そんな感じがしますね。ではハイゲインのチャンネルにして、コンプレッサーの機器チェックしてみましょう。
ハイゲインチャンネルにしても音色に対しての味付けはないんですけれども、やはり、ややゲインが持ち上がる感じがします。サスティンを下げたらどんな感じになるかをちょっと見てみましょう。単純にゲインも下がるんやね。ちょっと面白いなこれ。サスティンを下げるとですね、アンプ本体のゲインも下がるという、ちょっと面白めの仕様になってます。では続いてリバーブを見ていきたいと思います。リバーブはですね、実は4種類あったみたいで、スプリング、ルーム、プレート、ホールというリバーブではドメジャーな、種類がラインナップされています。それぞれ違いをチェックしたいので、またクランチチャンネルに切り替えてローゲインでチェックしてみましょう。では最初にスプリングからチェックしていきましょう。というかもう最初からね、スプリングがかかりっぱなしになってるのでチェックもクソもないんですけど、あーなんかちゃんとスプリングって感じ。語彙力なすすぎるな。じゃあちょっといじくりながらジャンジャンと鳴らしてみましょう。リバーブをゼロにしてもこのトーンが上がってればなんか残響音が残る仕組みになってますね。トーンの方が残響音って感じで、リバーブがこう聞きの強さって言った方がいいんですかね。ちょっと表現が難しいけどそんな感じです。じゃあルームに切り替えてみます。ルームですね。あーめっちゃちっちゃい部屋って感じしますねこのルームは。これもいろいろといじくってみましょう。あ、全部つまみゼロにしても効くんすね。なんかこちらのルームのリバーブに関してはちょっとショートディレイ感を感じますね。あとお風呂の中っぽい感じ。ちょっと扱いが難しい気もするなこれは。では続いてプレートですね。ではこれもパラメータを切り替えて、触ってみましょう。これに関してはトーンの効きがすごい如実に出ますね。シューゲイザーっぽさを感じますこれは。エフェクティブに演奏するときに使い勝手いいかもしれませんね。このプレートリバーブに関しては、まあ、なんて言えばいいんだろう、トレモロとかコーラスとか、音色をこうガラッと切り替えられるタイプのリバーブだなっていう風に感じました。セッティング次第では今みたいにこうシューゲイザーっぽいような、音色もできるし、シンプルにリバーブとしての使い方もできるっていう、かなり使い応えのあるリバーブだなと思います。では最後、ホールリバーブですね。ホールとはなってるんですけども、めちゃでかい会場っていうよりかは、まあ、中規模ぐらいのホール感に聞こえます。まあ、セッティングを変えたらね、いろいろ変わるかもしれませんので、またチェックしましょう。
このホールリバーブもセッティング次第ではかなり作り込める感じがします。ではリバーブのセッティングは一旦デフォルトに戻して、今度はディレイも見ていきたいと思います。ということでディレイなんですけれども、デジタルディレイとテープエコーがあります。まずちょっとデジタルディレイから触ってみましょう。ちょっとミックス多めに。高音質なデジタルディレイって感じですね。じゃあテープエコーどんな感じになるんでしょうか。ちょっとミックスとフィードバック下げさせてください。でトレブルが下がっちゃってなんかこもってるので、とりあえず50で。やっぱね、使い勝手はちょっとテープエコーの方がいい気がしますね。こうアンサンブルに馴染む感じがあるというか。テープエコーの方もかゆいところに手を届くというか、すごいパラメーター豊富なので、かなり音色のねセッティング幅広いかなっていう感じがします。で1点個人的にはですけれども、ちょっとねテープエコーにしては高音質すぎる感じもします。すごいこうハイクオリティすぎるので、もうちょっといい意味で劣化してもいいのかなみたいな、アナログっぽくなっちゃってもいいのかななんていうのは感じたかな。はい、デジタルディレイが、すごい高音質なので、それと差が出てくれたらなお良かったんじゃないかなと思いました。では細かくはチェックはしないんですけれども、エフェクトの部分も見てみましょうか。はい、コーラス、フランジャー、フェイザー、トレモロというところで、音色に関してはね前回の動画で説明したんですけれども、これやっぱインターフェースがねこう波形になってるので、なんか非常にこう音のイメージがつきやすいですね。少しだけ触ってみましょうかね。で前回の動画で、編集してて気づいたんですけれども、このトレモロですね、若干発音の瞬間にシュワシュワっていう音がね入ってるんですよね。そこが個人的にはちょっと気になるなと思いました。こうまっすぐにねスパッと出てくれるトレモロだったらなお良かったなと。はい、というわけで最後見ていきたいんですけれども、こちらキャビネットシミュレーターが内蔵されておりました。キャビネットシミュレーターは本体ではいじくれなかったので、これアプリ必須ですね。しかもね結構量があるんですよ。で今選択しているのはヴィンテージの12インチ ×4 発っていうところで、ちょっとサウンドの違いね聞いてみましょう。皆さんこのズンズン感覚えてみてください。で2発に切り替えてみます。全然違くないですか。もう全く別物ですよね。これちょっと面白いなと思いました。今が一発ですね。もう一回二発に変えてみましょう。最後四発。こう低音域の広がり方とこの押し出し感がね、もうまるで別物で、これはね僕は感動しました。まあこれ 30W とはいえ、まあ言うてね小型アンプの域を出ないんですけれども、このサイズでもねかなり低音域出ます。ちょっと動画で伝わるかわかんないんですけれども、ちゃんとねこのズンズンした振動がねこっちに来るので、このキャビネットシミュレーターの効果はですね非常に大きいですね。なんでこれとさらにこのモダン、バウンティーク、クラシックっていうタイプの組み合わせを考えると、もう無限に遊べますよね。ちょっと他のやつも見てみましょうか。
各キャビネットのキャラクターが全然違うので、これはね時間を忘れて楽しんじゃいそうです。では一応クリーンとかねクランチでもそういった違いが出るのか少し触ってみましょう。うん、クランチとかね多分クリーンのチャンネルで4発使うとちょっと低音が回りすぎる感じもしなくもないですね。4発キャビネットを使うにしてもちょっとヴィンテージライクな4発キャビを選んであげるといいと思います。モダン系のアンプのキャビネットシミュレートだとこう音が回ってちょっとね、なんていうの、この筐体自体が振動しちゃうような感じがするので、そこら辺は要注意かなというところです。てな感じで音色の方ざっくり見てきたわけなんですけれども、他にもですねなんかいろいろ変えることができるっぽいです。オーディオストリーミング EQ、 まあ要するにオーディオを流した時のイコライザーだったりとかスピーカーのチューニングまで変えられるんだ。フロント LED、 これもしかしてフロントの LED のオンオフもできるのか。まあ操作の方はもちろんこっちの筐体の方でねパラメータいじくるのも直感的にできていいとは思うんですけれども、まあ利便性で言ったらね圧倒的にアプリの方が大きいと思います。でまあ今1時間近く触ってるんですけれども、バグもエラーも遅延も全くないのでアプリとしても非常に優秀なんじゃないかなと思います。では前回あんまり触れなかった、ベースとアコースティックの方もですね一応今回、触ってみたいと思います。まずアコースティックの方ですね。まあこれに関してはザ・アコースティックシミュレーターの音ですみたいな感じなので、あんまりねこうパラメーターをじくってもそこまで大きくは変わらないと思います。まあアコギ家にねえよとかね、アコギの音出せねえよとか、あともう持ち帰るのめんどくせえなみたいな、そういう時には便利なんじゃないかなと思います。では続いてベースのチャンネルを見ていきたいと思います。ちょっとノイジーなところがあってお聞き苦しいかもしれませんが何卒ご容赦ください。いかがでしょうか。僕はねギターしか弾けないので、ベースはもう本当にこの程度のことしかできないので、あんまり詳しいことは申し上げることはできないんですけれども、個人的に素人ながらにはまあいい音なんじゃないかなと思います。なのでこれを見てるベーシストの方、いやその音は微妙かもしんねえなとかね、あの忌憚のない意見をぜひお待ちしております。ちょっとベースのことは本当によくわかんないんですが、少し触ってみましょうか。原因ちょっと落としたりとかしてみたいと思います。ではアクティブとパッシブを切り替えながらでロービーもチェックしてみましょうか。まずアクティブ状態かな。ではパッシブにしてみます。
はい、どうでしょうか。全く別のことわかんないので、もうね、めっちゃいいなってしか正直思わないです。まあ無理くり意見を出すとしたらですね、本来はギター用にチューニングされていると思うんですけれども、それにもかかわらずちゃんとローが出てきてるなっていう感じがしました。さすがにね、こうね、超でかいベースアンプみたいな感じの、あのズドーンみたいなね、感じは体に伝わってくることはちょっとないんですけれども、軽くベース弾くよとか、そういった人にはもう十分すぎるぐらいの再生能力だと思います。では最後に、一応フラットというチャンネルも見ていきたいと思います。その名の通りフラットですね。外部でプリアンプとか使う人はこっちのチャンネルに合わせてあげるといいと思います。あとはね、キーボードの人とかもこのフラットのチャンネルに合わせて弾いてあげると本来の音色が出てくるんじゃないかなと思います。というわけで結論としては、基本的にアプリでコントロールした方がめっちゃ便利で、さらに楽しめるんじゃないかなっていうところでした。気になる方はぜひチェックしてみてください。